エキスポでさ、飾られてたんだけどさ、スイちゃん、リラックスタイムっていうフィギュアになりました。まあ、監修させてもらったのね。で、一番最初に送られてきたサンプルっていうか、こんな感じどうすかみたいなやつが、めっちゃエロくて、めちゃめちゃエロくて、ごめんなさい。エロすぎる。ほんでもって、胸がでかすぎるっつって。ちょっと、すみません。これだとちょっと、ブランディング的に出せないです、つって。で、要望を組んでくださって、エロくなくなったから、あ、オッケー、もうこれね、オッケー、丸、みたいな感じで、丸出したら、なんかいろんな人から、おい、胸持っただろうって言われて。やばい、胸の監修忘れてた。胸まで見てなかった。胸なんか普段見ないから。だからね、今までその、スイちゃん持ったって言われてるやつは、正直に言うとスイちゃんが監修し忘れてたやつです。胸まで監修してない。すみません。次から胸の大きさについて気をつけるんで。